取ってきたよ。これだけあればフローラ様をもっと成長させることができるはずです。よし、ではソーマを与えてみるのさ。これは、はあ、なんて神々しいお姿。あなたはフローラ。なんと聖火に宿る精霊フローラなのさ。お花の姿の時、お姉ちゃんたちがそう呼んでた。だからフローラはフローラなの。ユユたちの声が届いていたのですね。でも庭園に立っている像に比べて見た目が幼いような。おそらくまだ完全に聖火の力を取り戻したわけではないからなのさ。こんなにも愛らしい存在がこの世にいるなんて。ああ、もうどうしましょう。持って帰りたい。お姉ちゃんたち、ソーマをいっぱいくれてありがとう。私たちのことを知ってるの？お花の姿でずっと見てたよ、ひなお姉ちゃん。私のことも呼んでみて、ベルお姉ちゃん。ふにゃー、精霊様、人間とは違う異形の存在。かっこいい。すごい。ジュリちゃんとユニットを組んでもいいくらい可愛いよ。お姉ちゃんたち、お庭のお花を大事にしてくれてありがとう。これからはフローラもお花が元気になるように頑張るね。フローラは聖火だから。ふむ、さすがは大庭園の精霊。幼いながらも己の使命を分かっているのさ。使命？なんだこの子、ずるい。もう全部かっこいい。これからよろしくね、フローラちゃん。こっちに来て、お花が呼んでるよ。え？ん？庭園にこんなのあったっけ？もしや新たな聖堂ですの？そうみたいです。この先からオメガパワーを感じます。フローラちゃんすごいわ。よくわかったわね。お花を褒めてあげて。この子たちがフローラに教えてくれたの。でもでも、どうして新しい聖堂が出てきたのかな。聖火の力を取り戻し始めたからか、それとも別の理由か。どちらにしろこの聖堂も調べなきゃならないのさ。さらなる走馬や庭園が枯れた原因が見つかるかもしれないのさ。ふーん、いいねいいね。新しい場所ってワクワクするよ。どうしたの、フローラちゃん。誰かが呼んでる。この奥にお花がいるのかな。え、精霊様、本当ですか？この聖堂からお花の声が。多分ひょっとして青いバラさん。オメガパワーに惹かれてこちらの聖堂に移ってしまって、そのまま人気じゃ帰れなくなってしまったのでしょうか。ねえねえ、ちょっと気づいたんだけど、この新しい聖堂の周りだけお花が枯れたままだね。本当だ。なんでだろう。は、この場所は確か。あら、ねえ、そういえばさっきからミオちゃんがいないんじゃない？おい、聖堂の前に何か落ちているぞ。これは、ハンカチ。イニシャルは、
MA。ミオ、相葉、か。まさか、あの子、一人で新しい聖堂へ入ったんですの？この新しい聖堂からは、強いモンスターさんの気配を感じます。強いモンスターか。庭園にとっても、私たちにとっても脅威になるかもしれんのさ。私、ミオさんを迎えに行ってきますわ。待って、ナナちゃん。一人じゃ危ないよ。そうね。強いモンスターもいるみたいだし、ここはしっかり準備を整えてから。そんな悠長なことを言っている場合ではないでしょう。どうしたの、ナナちゃん。ちょっと落ち着いて。こんな状況で落ち着いてなんかいられません。ミオさんに何かあってからでは遅いのですわ。ほえー、びっくりした。あんなに感情的になったナーミン初めて見たよ。急にどうしたんだろう。ベル、追いかけよ。待ってよ、置いてかないで。私も行きます。フローラ様、お水ですよ。いつもありがとう、ももさん。お水とっても美味しいよ。それは何よりです。転校生、どうかしたか。何をしてるのかなと思ってね。フローラ様は今お食事中なんですよ。水が食事。フローラちゃんってやっぱりお花なんだね。イナお姉ちゃんも一緒にお水飲む？ありがとう、フローラちゃん。私は大丈夫だよ。おい、モモ。フローラ様に虫がついているぞ。もう、本当ですね。キャー！虫さん、くすぐったいよ。虫は嫌だ。今すぐにでも逃げ出したい。だが、ここには転校生がいる。おい、モモ、お前があれを取れ。はい。では虫をお取りしますね。あ、虫さんがひなお姉ちゃんの方に。何？もう虫はいませんよ。ひなお姉ちゃん、大騒ぎだったね。一時はどうなることかと。暁様も虫が苦手なんですか？普段は大丈夫なんだけど、いきなり飛んでくる虫だけはちょっとね。そうなんですね。てっきりお姉ちゃんと同じで虫が。余計なことをほざくな。お前はお仕置きだ。お姉ちゃん、ありがとうございます。ジュユさんとモモさん、どこ行っちゃったんだろうね。いいもの拾っちゃった。いっぱい取れたかな。やってみたい。お疲れさ。他にもまたお時間があるときにモモとお話ししましょうね。ひなたちゃん、ちょうどよかったわ。部屋に残っていた材料で香水を作ったの。受け取ってもらえる？わあ、ええ、ありがとう。それから今後は困った、せっかくお友達になれたん。じゃあさ、ゆりちゃんさえよければ一緒に聖堂へ行ってほしいな。仲間がたくさんいてくれた方が私も心強いし。まあ、素敵なお誘いね。両手を握られた。もちろん OK よ。必要な時はいつでも呼んでちょうだい。聖堂で二人きりになれたら、その時はお姉さんに身も心も任せてね。戸惑うひなたちゃんもとっても可愛いわ。とにかくこれからよろしくね、ゆりちゃん。
転校生ゆうゆさん、庭園復興のため。そういうことなら聞いたことは。まず庭園、私がそんなこと。これも理事長のオブジェを変えれば。こういうのは口で説。わかった、やってみるよ。やってみたよ。まあまだまだお前に説明しておくことがある。また暇ができたら声をかけてくれ。行きたい。成長させたい方を選んでください。蜜をどれくらい使用しますか。この内容で恥ずか。頑張るよ。ちょっとお昼寝。眠たくなってきちゃった。か、日差しに当たりすぎたかな。強くなれたかな。さすがです。蜜をどれくらい。成長させたい方を選んでください。蜜をどれくらい使用します。このまた大きくなったみたいね。ちょっと不安なのよね。あ、いけないからだね。なかなか楽しめたわね。さすがです。成長させたい方を選んでください。蜜をどれくらい使用しますか。この強くなれる。うまくできるかな。芸術展ちょうだい。成長できたかな。さすがです。成長。いいものあるかな。これでいいかな。冒険するダンジョンへ。どなたが挑戦しますか。準備は万全よ。頑張っちゃうよ。準備行きます。ナナちゃん待って。一人じゃ危ないよ。一緒に行こう。お気遣いは不要ですわ。あなたたちこそ。これ以上進むのは危険です。今ならまだ間に合いますから引き返しなさい。いいですわね。にも行かないよね。だよね。ナーミンたちのこと放っておけないし。にしてもナナちゃんどうしてあんなに焦ってたんだろう。いなくなってしまったミオさんという方はナナミさんにとって特別な人なのでしょうか。クミオ、どうかな。ナーミンとミオミオが一緒にいるとこあんまり見たことないけど。ま、考えてても仕方ないよ。今はひとまず聖堂を進もう。私もご一緒させてください。この先に青いバラさんがいるかもしれません。じゃあ今回はソーマとミオミオとバラちゃんを探すんだね。ふみゅー、やることいっぱいだ。全部一気に見つけちゃえばいいんだよ。行こう。これでどう？これでどう？えいっと。それ。えいっと。
れ。知れないんだって。だからさ、一旦学園に戻ろう。できない。どうして？どうしても事情があるみたいだね。それなら私たちに何か手伝えることはない。みよみよ、いつにも増してクールだね。ひとまず元気そうでよかったけど、一人にするのは心配だし。よし、追いかけよう。やっぱり一緒に学園へ戻らなきゃ。ナナちゃんも相葉さんのことを心配してるしね。そうだね、行こう。それえい。あっおや、よく来たのさ。またいつでも寄ってみるのさ。よっ。
それ、ちょっとお花さんがいっぱい。それ、よそれ、よお花さんがいっぱい。いいお湯ね。今までの疲れが癒されたわね。レベルアップよ。しかないみたいだね。ベル、ネムちゃん、絶対に離れないでよ。今ね。それ、よ、それ。これで鑑定を始めます。どうだったかしら。you
し休もっか。わーい。私も少し肩をお借りします。どうぞ、ネムちゃん。あれ、これなんだろう。花びらみたいですね。でもなんだか不思議な力を感じます。かすかに精霊様と似ているような。じゃあ、はい、ひなちんにあげるよ。いいの？うん、フローラちゃんと同じ力があるならきっといいことあると思うんだよね。だからどうせだったらひなちんに持っててほしいなって。ありがとう。お守りにするよ。助けてもらってるお礼だよ。さて、一休みもできたし、もう一頑張りしよっと。最深部に着いたね。ここにあるのはソーマだけのようです。あ、ナオミ。あなたたち結局引き返さなかったのですね。ところで、どこかでミオさんに会いました？うん、無事だったよ。また一人で行っちゃったけど。そう。ん？どうしたの？ひなち。花の香りがする。お花？あ、もしかして青いバラさんがここに？でも、どこかで見たことあるような。この方の姿、庭園にある精霊様の像に似ていますわ。もしや、あなたは。ごめんなさい、驚かせてしまったようですね。はじめまして。私は風夏の精霊。この聖堂を守護するものです。風夏の精霊。どうして庭園の精霊像と姿が似てるんですか？私は聖火様の力の一部、分身のような存在だからです。え？え？つまりフローラちゃんその2みたいな。そのように考えてもらって構いませんよ。この聖堂では今異変が起こっています。今まで見たことがないほどの強大な魔物が出現しているのです。早々に立ち去った方が良いでしょう。私は守護者として原因を調べます。あ、お待ちください、精霊様。この聖堂にはもう一人学園の生徒が迷い込んでいるのですわ。その子がどこにいるかご存知ありませんか？ごめんなさい、今の私の力では。しかし無事でいることは感じられます。そうですか。聖火様が新たに生まれたことも私は感じ取っておりました。どうかあのお方をお守りください。聖火様が真に覚醒された時、私の力も皆様にお貸しすると約束しましょう。任せてください、フローラちゃんは必ず守ります。ありがとう、ベルフルールの乙女たち。あ、ひなたさん、見てください。先ほど拾った花びらが輝いています。あら、あなたじゃんけんを持っているのね。じゃんけん？この花びらのことですか？ええ、それを持っているのならあなたにご褒美をあげないといけませんね。ついてるね、ひなち。ご褒美だって。でもそのためには私と勝負をしてもらわなくてはなりません。へえ、精霊様と勝負か、面白そう。勝つことができればより多くのご褒美を差し上げますよ。よーし、それで一体どんな勝負なんですか？じゃんけん勝負よ。へえ、精霊様もじゃんけんされるんですね。ええ。さあ、こちらに来て。頑張って、ひなち。うん、行ってくる。心の準備はできたようですね。
それではまず、胸元を開いてください。え？精霊様、じゃんけんですよね？そう。あなた、初めてなのね。ほら、もっと近くに。緊張しないで。力を抜いて。私が導いてあげましょう。いやー。よーし、行くよー。どっちが勝つかしら。じゃんけんファイト。そんな。私の勝ちですね。あらあら、残念でしたね。次に行きましょう。ああ、ひなちーが戻ってきた。じゃんけんの結果はどうでしたの？うん、いろいろあったから後で話すよ。彼女は戦い、勝敗は決しました。私もまたしばしの別れとなります。あなたたちが再びじゃんけんを手にしたとき、また巡り合いましょう。おー、消えちゃった。ミオさんのことは心配ですが、ひとまず外へ出ましょう。